はい、どうもゆうたです。今回はこちらのレイルのアンダーパネルですねをちょっとつけていきます。でまず純正のアンダーパネルを取って取り替えっていう感じですね。でまあ排熱効果がちょっと高いっていうのと、まあ、ちょっとダウンフォース的なものはちょっと分かんないんですけど効果あるか、まあ下ですね、下回りちょっと整流してくれるんじゃないかなっていうような多分パーツなんだと思うんですけど、あとちょっとサイド付き多分横につけるやつっていう方を一応買いました。はい、じゃあちょっと早速ちょっと取り付けていきます。まあ、ちょっとシーズンも終わってこれから暑くなるんでちょっと冷却には本当ちょっと気をつけていきたいと思います。はい、あとこちらのボルト、アースをちょっと共にするみたいなんで一回ちょっと取っていきますね。映ってるかな、これでね、ここ10ミリになってます。取れたと。でちょっと反対も取っちゃいます。はい、まずサイドからちょっとつけないといけないので、こうだね。でここのアースを一緒に共締めする感じです。よいしょ。やりにくいな。よし。手が入りにくい。よいしょ。今ちょっとここのサイドをとりあえず仮止めで今付け終わったので、よいしょ、ちょっと真ん中の本体をこれから付けていきます。よいしょ。
外側の真ん中がとりあえずついたんで、あとリア後ろ側もここをちょっと入れ、よし、とりあえずこれで安定したんで、あとはサイドつけてっちゃいましょう。よいしょ、ネジ穴合うかな、ちょっとバックさせたいね。もう動かないからこれ、仮止めしたから動くはずなんだけど、よいしょ、本体とサイドは3箇所で止める形になりますね。よいしょ、こちらはボルトナットです。六角とナットが10ミリですね。裏にナットをつける感じで、よし、よしよし、よし、よし、とりあえずこれで仮止め OK。 横はと今全部付け終わりまして、まあ、全体図はこんな感じですよね。はい。で、まあ、あとはちょっとサービスホールがないんで、まあ、エンジンオイルとかフィルターを交換するときはちょっとまだ取り外しをしなきちゃいけないですね。まあ、そういう点を考えると、まあ、奥山のアンダーパネルとかはいいかなって思ったりします。まあでもレイルさんの方が安いんで、まあちょっと手が出しやすいかなっていう、そんな感じですね。じゃあ取り付けはちょっとこれで以上になります。はい。